ワンピース！アンリミテッドクルーズ！波に揺れる秘宝！巨大な竜巻の中に光るものが。お宝か。でもこれ以上は向かい風で進めねえ。スゾップ、おっこめ、よしやってやるぜ。砲を固め、ソルジャートックシステムチャンネルゼロ、ソーラーエンジンパドルシップサニーゴー。もう一人だ。ラッキー！おう！スーパー任せとけ！クルドバースト！システム起動。知的生命体の接触を確認。誰だお前、ちゃんとした言葉話せよ。視覚者の個体名を確認。モンキー D ルフィ、あなたはプレゼントを受け取りますか。はあ、何言ってんだお前。なんかくれるって言うならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。視覚者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。ここどこだ。そうだ、俺のプレゼントだ。かぼい、なんだお前。ようこそ希望の島へ。おお、なんだこれ。今なんか喋ったぞ。これからあなた方には4つの島を巡り、いくつかの試練に挑戦していただくことになります。その試練によって得られたデータをもとに、あなた方にふさわしいプレゼントが最後に用意されます。詳しいことはこれを読んでください。あなた方に分かることまで出力しておきましたので、後で読んどく。皆さんが掴み取るのはどんな宝物でしょうか。さあ、最初の島へ、ヒアウィゴー。最初の島？なんだ？あのバカでけえ木は！昔話に出てくる世界樹みたい。あんな木ほっとけ。それよりルフィだ。ルフィはどこに消えた？溺れ死んだのかしら。縁起でもねえことを言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっとすげえんだ。そうですよ、あのルフィさんが死ぬもんですか。
死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が空から。空？まさか天国では。島に急いで向かうぞ。とりあえず二手に分かれてルフィを探しましょう。そうだな、感じは。いきょーり、私も美しいお嬢さん方とご一緒したいです。俺は構わねえぜ、そのバグドッグと離れられるんだよね。お前と一緒なのか、俺の方からお断りだ。はいはい、分かったから、あんたたちは黙ってなさい。ゾロ、サンジ君と私が組んで、もう片方はチョッパー、ウソップ、ロビン、ブルックってことでしょ。早いよ、ナミさんが決めたのならそれで結婚。バカ、俺はどっちでも構わねえぞ。お前明らかにお前の方に戦力偏ってねえか。ゴーゴーゴー、ゾロとサンジが見えるのは不安だけど、こっちはウソップがいるから安心だな。まあな。お前ら、俺から離れるなよ。あれ、さっきのやつどこに行ったんだ。お、あいつらだ。おい、俺はここだぞ。うひょー、なんだ。うわっ、くそ、うっせぇ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 、
わ。真っ先に逃げますんで、私。俺に任せろ。俺だって海賊だ。頼もしいわね。
道が塞がってるわね。向こうに通じてそうなのだけれど。あ？何かしら？あれ？あ？どうした、チョッパー？俺の棒がない。かわいい！その子、この石板に書いてある生物かもしれないわ。こいつのことが書かれてるのか？この石板に書かれている材料を食べさせると、別の物質に変換してくれるそうよ。その物質が新たな道を切り開いてくれると記されている。ことですし、よほほほほほ、スカルジョーク交代しないと出発。これがプレゼントだね。4つの島。
試練を受ければプレゼントが手に入る。おいおい、いくらなんでも怪しすぎるだろ。そりゃそういうことだったのか。面白そうだな。なあ、プレゼントって何かな。お宝よ、お宝。決まってるじゃない。試練、ちょうどいい。この島の文明にはちょっと興味があるわ。ナミさんとロビンちゃんがその気なら俺はどこまでもついていくぜ。ホラーロマンを感じるね、長っぽな。なあブルク、お前は。私は頼りになる方々と行動を共にします。それを聞いて安心したぜ。俺の心もお前らと一つだ。
なるほど。